はい、ゲームコレクターの酒缶です。今日はね、ファミ通さんのゲーム販売本数ランキングが更新されたので、見ていこうかと思います。ということで、ランキングはこんな感じ。まあ、数字の方はね、実際概要欄の方にね、ファミ通さんのサイトの方にリンク貼っておきますので、数字はそちらでご確認ください。くれぐれもね、サイトの方は3週でこう毎週新しいのが出ると古いのが消えてって3週間しか残らないので、まあ数字をね、こうキープしておきたい人は自分でこうスクショ取るなりね、まあデータを抑えるとよろしいかと思います。ということでね、ランキング見ていくと、まあ先週と変わらずというかね、新製品があんま上の方来なかったので、あんまりこう面白い感じでもないんですけど、ただね、マインクラフトとかね、3位以降のね、数字が結構伸びてるんですよ。まあ、これは夏休み需要というかね、そういうところに入ってきてるので、ちょっといろいろとデータの方がね、面白いことになってるかなという感じがします。まあ、その一方で、新作は、まあ、1位から見とくか。1位がね、ゼルダの伝説、スカイウォードソード HD で、42,642 本、累計201,731本。2位が、クレヨンしんちゃん、オラと博士の夏休み、終わらない7日間の旅。が 22,815 本で、累計、13,134 本。3位がマインクラフトで、17,031 本で、累計27,3587本ということになっています。で、新作ですね。新作がね、歌われるもの残2がね、11位に PS4 版。で、22位に PS5 版が入ってて、まあ、この2本だけなんですよね。あとちょっと細かいところで見ていくと、まあ、マリオオデッセイとかね、マリオメーカーとか、これ落ちてまた登るみたいなことを繰り返しているタイトルがあったりとか、あとは、ヒューマンフォールフラットで、ね、30位に入ってるけど、これもしばらく入ってなかったのがまた戻ってきてたので、まあ、いつも多分31位、2位とかぐらいにこういたんだろうな、というのはわかります。あと、地球防衛軍2がね、まあ、先週のね、ランキングだとね、ランクが行くかと思ったけど、粘って29位にあるんでね、ちょっと今回も、先週作った、グラフのね、続きが見れるかなというところです。はい。ということで、まぁ、ちょっとね、気になるグラフ、先週に引き続きなんですけども、まぁ、新作がね、あんま上位になかったので、ちょっと、シリーズ比較みたいなのはちょっとしにくいので、それはやらずに、前回のね、グラフを見ていこうかと思います。で、まずこちらね、ゼルダの伝説、スカイウォードソード。こちらは Wii 版に比べると、今回の HD のね、スイッチ版は、2週目はね、やっぱりさっき言った通り、数字がね、まあ、先週よりは数字落ちてるんだけども、こう、2週目としては耐えてるっていうかね、ところで、ちょっと、Wii に比べると2週目のね、傾斜がちょっと、角度が高いので、角度があるので、もしかしたら、追いつくかもしれないですよね。この調子でいくと、なんか、Wii の、販売本数抜く可能性あるかなって。まあほら、ゼルダ人気はまだ残ってるし、ランキングに未だにね、ブレスオブザワイルドが入ってるぐらいだから、ゼルダ需要はそこそこあると思うんですよ。まあそういうところでね、今週、こう、6週ぐらいまでの間にね、どのぐらいこう、変動があるか見ていくと楽しいかなと思います。で、次。僕の夏休みね、クレヨンしんちゃんの方ね、ちょっと、まあ、二週目の数字は、やっぱり、こう、夏休みにいるんだけども、そういう人気でもなかったのかな、ってところで、ちょっと落ち着いた感じがあります。僕の夏休みのね、2 のような、ググッとはいかないんだけど、まあ僕の夏休み4ぐらいの、こう、傾斜なんでね、まあ同じような、ところでいくと、まあ、10万台後半ぐらいまではね、この数字でも行くのかなというところは見えてくるかと思います。で、次。地球防衛軍2ね、今、かろうじて残ったんですけど、まあ、実際のところね、やっぱり、もともとね、PS2 とかね、まあ、2005年のタイトルだったり、PSP が2011年だったりするんで、まあ、結構、こう、歴史あるタイトルゆえにね、まあ、実績はあるって言っても、なかなかこう、購買としては新作ほどいかないので、まあ、こういうところですね。まあ、ビータに比べると、まあ、トントンってぐらいまで、ここ2週で伸びたんで、まあ、来週以降残るかとかね、ちょっとその辺、残るかどうかで見ていくといいかなと思います。で、次。
モンスターハンターストーリーですね。こちらはですね、まあ、これもね、ちょっと1周目、2周目のところで、やっぱり 3DS の時のにググって上がったやつに比べると傾斜が緩いんだけど、ただまあ今のね、スイッチの継続人気を見ると、まあ、ここから先もう少しね、まあ、3DS は14周までランク入ってたんでね、まあそこに合わせていくと、今後楽しみですね。はい。で、次。プロ野球スピリッツ。こちらはなんとなくこう、数字は違うんだけど、PS4 版のね、2019にこう、結構近いね、こう、傾斜でいるんで、このまま行くのかなという、だから抜かないのかなという感じが今のところしてます。はい。で、次。マリオゴルフ。はい。これもなんか、やっぱりずーっとこのマリオゴルフ GB とゲームキューブのマリオゴルフファミリーツアーの間をね、縫ってる感じがあるんで、まあこれもこのまましばらく行くんでしょうね。抜くなりこうしない、まあ、そういう感じなんでしょう。はい。で、最後はミートピア。で、ミートピアはね、先週こう、ね、3DS とスイッチが抜いたってところまで行ったんですけども、まあ順調にね、傾斜がこうまだ角度が高いので、角度があるので、これは今後楽しみですよね。グググググって、スイッチのタイトル、先ほどね、ファミ通さんのランキング30位までの中で、実は新作のね、歌われるもの残数以外は全部スイッチだったってこともあって、やっぱスイッチの、なんだろう、こう、店頭販売の実績っていうのは、まあ、伸びてるんで、まあ、ミートピアもね、そのタームでいくと、この数字がまたググッとこのグラフのね、上の数字を変えてくれるようなね、ところまで伸びていくんじゃないかと思います。まあ、ちょっと今日はね、ニンテンドースイッチの150万超えはいいやってことで、あんまり変動ないんですけど、まあ、ということで、まあ、いずれにしてもね、やっぱマインクラフトはここに来てまたですかってぐらいググッと上がってる部分があるのは、ちょっとね、楽しみなんで、まあ、今後ね、来週以降もね、ランキングをいろいろ見ていこうかと思います。というかね、今日は原稿が全然終わんなくてね、困ってるんですけども、まあ困ってるというか、まあ気晴らしにちょっと動画作ってみたので、まあこの後またね、原稿に戻ろうかと思います。ということで、この動画が良かったと思う方は、グッドの評価、あとチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、さきかんでした。